王将武氏は、新末民発の軍人。北洋系の軍人で、北京政府、直霊派に属した。字は、紅白。満州族。なお、民国の政治家、五経連は表屋に、漫画家で中国語圏で広く読まれている、老夫子の作者、大沢は息子にあたる。当初は、学問を志し、1902年に、京州と市藩学堂に入学した。 しかし、1905年に、軍人の道に転じ、補定北洋側西部美学堂に入学した。1907年に卒業した後、補定軍艦学堂に入学した。1909年に卒業している。その後、王は新軍に入隊して、長春に赴任している。ここで、倉庫に率いる、第三鎮の三島三謀官に任命された。 1911年10月、侵害革命が発生すると、総根率いる第三鎮は、三世省へ革命派討伐に向かう。1912年1月、第三鎮が北京に引き返した時点で、王は、新朝復壁を目指す、総舎党に加わった。このため、同僚のご配布が、総に対して王を罷免するよう要求したが、総はこれを拒否した。 この一件により、呉と王は敵対関係となる。同年8月、王は、第三子、第六旅、第十一段団長に就任し、陸軍少将となった。1913年秋、二次革命鎮圧後に、王将武氏は倉庫に率いる、第三子に随従して、湖南省に入り、武州に駐屯している。1915年の五国戦争でも、 第三鎮に随従して、四川省へ遠征した。翌1916年1月、第三子補充旅旅町に昇進した。同年6月に、遠征外が死去すると、第三子は北方へ引き返して、補定に駐屯する。1917年5月、王将武氏は、直令第一混成旅旅町に昇進し、陸軍中将区組を授与された。 同年7月の長君復碧の際には、王の部隊は西地内逆軍となり、ご配布指揮下で長を撃破した。翌年2月、総根に随従して、南方政府討伐のために、湖南省へ出征した。しかし、総の軍では五が和平を主張するなど指揮が上がらず、王の病気を口実に、軍事行動を停滞させた。6月、王は、 陸軍中将に昇進している。1920年7月の安直戦争では、王将武氏は直令派の後自葬式となり、安期派を撃破した。同年10月、第23志市長に昇進し、方弁直令軍務も兼任した。その後、王は方天派、張作林と総根との関係調整役を務めたが、次第に、両派の対立が激化し、 朝廷が困難となる。さらにご配布が、僧に、王が法天派に通じている旨を残限したため、王は、直霊派の中で礼遇され始めた。それでも1922年4月の第一次、笹口家戦争では、王は、中寺総事例として法天派を撃破している。その後、王は、両派のために停戦交渉を推進して、6月に、 停戦協定を取りまとめた。同年8月、直令省庁に就任した。1923年2月以降、王将武氏は、総根を総統とするため様々な格策を主導した。衆議院議長後、経連や国務総理大理公のげ、と協力し合って、各議員を買収し、10月、総を総統に選出させた。この過程は、まかない選と呼ばれ、 世論の悪評を買うことになる。それでもこの功績により、王は、宗から、直令軍務前後、ただしりに任命された。ところが、この直後に、ご配布が再び王将武次について、残言を開始した。王は宗根から疑われ、またしても霊軍されていく。1924年2月には、第23首長の地位からも罷免された。王は、 クレイの恨みを募らせ、氷玉将に次第に接近していくことになる。同年10月の第2次、笹口火戦争で、王将武氏は、氷玉将に協力し、北京政変に参加して、総婚を抗禁した。11月、王は僧に、総統辞職を迫り、これを受諾させたのである。これにより王は、第23支支賞に復帰した。しかし、間もなく、 高天派の理系林が電撃的に直令賞に入り、王将、武氏の軍を差し押さえてしまう。直令賞議会も理を支持し、さらに検察が賄い戦の罪も追及したため、王は完全に失脚した。晩年は天心に偶居している。1936年、王将武氏は天心で死去した。去年63、ありがとうございます。